宍倉さん、はい、吉田のシングルの時の音楽ってもうこれルチャになっちゃったんですね。そうです、これがメキシコの演歌みたいな。はい、個人の演歌ですか。韓国っぽいっていう曲がありますけど、そういう音楽でもある、割と紙テープの中でなんか投げ技が今ありましたよね。それにしても吉田早技でしたね。あの着替えてきたのが着替えてなかったかもしれない。これ全然休憩ないんですよね。着替えてないですね、水着は。あ、この声は多分ですね、はい、音楽が鳴った瞬間、はい、あ、やばいやばいとか言って、はい、あ、面白い、なんかテリーファンクみたい昔の斉藤さん一人加わったんですけど、なんかごめんなさい、女性らしい声が、この試合から南鈴鹿選手にゲストよろしくお願いします。今日はベテランの選手ゲストなんで、たくさんいろんなことを教えてください。はい、お願いします。お嬢選手が長谷川選手選手権が吉田真理子。どっちかというとあれですか、南、はい、選手に聞きたいんですけど、はい、長谷川選手のような、はい、割とあれですよね、おとなしめの選手ですよね、はい、今のような奇襲攻撃っていうのは割と珍しい方じゃなかったですか。そうですね、でも結構燃えてると思うんで、今上り調子で上がってきてますから、はい、結構そういうのでは先にやろうやろうという気持ちの方が今大きいんじゃないでしょうか。上り調子といえばでも両選手ともそうですね、吉田も結構上り調子ですから、結構いい面白い試合になるんじゃないかなと思います。後楽園のジャパングランプリの方では、はい、30分時間切れ引き分けでしたよね。そうですね、決着はつくでしょうかね。え、決着つくでしょうかね。そうですね、また30分だったらもうこれ、まあ、また30分やったらまた30分どっかまたどっかで別に試合やればいいし。そうですね、中身は濃かったですね、システムね。そうですね、山田トヨタみたいないい関係でね、こうだんだんグレードアップしてなればいいんですけどね。お互いが戦うことでグレードアップすればそんなにいいことはないんですから、ただおそらく後楽園の時30分戦いましたよね。あの時吉田の方も長谷川の方もなんか20分過ぎから持ち技切れちゃったでしょ。やっぱりみんなそんなに技がないってことですか。やっぱりそうですね、なんか打者一巡しちゃって同じ技2度目になっちゃったんですよね。で結構飛び技も2人とも多いんで、はい、疲れてきちゃうのもあると思うんですよね。やっぱりジャンプ力最後なくなりますか。なくなりますね、やっぱり30分もすごいですから。南選手って体型的にとかね、はい、まあ、タイプとしてもそうだけども、この長谷川とか、まあ、三田とか、はい、非常に、まあ、いわゆる長身というかさ、はい、そういう同じようなタイプじゃない、はい、だからそういう面でなんか長谷川なんかすごくこう注目するような気がするんだけど。そうですね、どうでしょう。なんか結構長谷川も燃えるまでに時間がかかりました。でも自分よりは早いと思うんですけど。そうですか。でも自分に火がついて、はい、自分に火がついたらすごい怖い選手じゃないかなと思います。体もあるんで。火がつくときってどんな感じですか。いつもダダッコみたくわめき散らしますよね。そうですね、長谷川っていうのは、すごいなんか子供っぽいですけど、やっぱ体が大きいとどうしてもスロースターだというか、なんかあるんですかね、なんとなく。そうじゃないと思うんですけど、やっぱり性格も、性格的ですか。でもほら、体の小さい方が気が強いとかあるじゃない、結構。膝、両膝悪いですか。悪いみたいですね、ちょっと前ぐらいからなんか怪我しますけど。さっき長谷川選手入場してきたときに、はい、普通に歩いてないでしょう。そうですね、両足とも引きずってたような感じで。なんか変な格好で歩いてますね。なんか内股のような幅の狭いような。控室でなんかコーチにテーピングを巻いてもらって、でもテーピングというのは別に痛くなくならないんじゃなくて、しばらく、まあ、間に合うかなっていうのは、はい、この試合いっぱいどうにかでも持つか持つか持たないか。でも結構きついのは吉田の方が今2試合目なんできついかなと思うんですけど、ただなんか長谷川の状態を見てると結構イーブンかなという感じもしますね、はい、せっかくの大一番なのに2人ともちょっとコンディションが悪すぎるという感じはしますけど、もったいないですね。もったいないはもったいないですよね。そういう時やっぱり万全の体調でやってもらいたいですよね。まあお互いに怪我人同士だから我慢比べでいいんじゃないですか今日は。まあそういうテーマかもしれないですね。吉田の右肘っていうのは割と万年の怪我ですか。これは一時複雑骨折してそれが治りまして、なんかまたやっちゃったみたいで、そんなすごい肘の複雑骨折、はい、今膝へのドロップキック、
最近なんか得意技にしてるみたいな。あ、これ、はい、男子のプロレス、全日本プロレスの口選手が、口選手がね、やってますね。やっぱりいいものは盗むっていうところありますかね。長谷川選手なんかすごい理想的な体型でしょ、レスラーとして、はい、やっぱり吉田選手比べるとなんだかものすごく足が短いなんか本当に足が短いだから本当足が短い人ってあんまり空中殺法やるべきじゃないでしょう。でも一生懸命やってますね。もちろん。でもなんかどっしりしてる感じがする、はい、両方とも男の子なんですよね、これね。男の子レスラーみたいな。5分経過。でも試合やってるとこは結構髪の毛短い方がやっぱりいいですね。あ、そうですか。見えないんですよ、相手が。見えない。見えないし、相手の技とか技がちょっと見えないからちょっと困ったりとかしますけど、うん、南選手は絶対に短くしないっていうか、なんかそういうのがやっぱり。いや、そういうことはないんですけど、切ろうかなと思ってるんです。あ、そうですか。はい。南選手、前だけ短くしてるんでしょ、だから。前だけ、そうですね。ちょっと前髪も伸ばそうかなと思ってるんですけど。ワンレンだったら大変でしょ、本当。なんか、かぶさっちゃって。大変ですね。よくトヨタ対南とかやるとね、で2人とも黒の水着とかあるけど、ほとんどどっちかどっちか分からないという写真を見て、顔も見えなくなったりしてね、髪の毛で。そういうのはありますけど、男のファンが多いですよ、吉田選手。そうですね、やっぱ見てて新鮮味があるんじゃないですか。っていうか、どうしても応援したくなってくる、顔を見てると。そうですか。もうどうしても応援したくなってくる。もういても立ってもいられなくなってくる。どっち応援してますか、今両方大好き。あ、どうぞ。この2選手とも大お気に入りです。でも長谷川も結構男性ファンついてますよね。そうですね。そうですね。2人ともよく中学とか高校にいる、はい、バレー部の女の子とか。そうですね。ああいう顔なんですよ。芋臭いんだから2人とも顔自体は。でもやっぱりなんかスポーツ選手だなって顔なんですよね。そうですね。実に2人とも爽やかだし、で試合の途中でね、2人とも泣いたような顔になっちゃうの。そこがまた可愛いから。一歩も譲らないですね、どっちとも。これ吉田も狙われたらやっぱり厳しいから、やられる前にやれっていう感じなんでしょうね。おそらく長谷川は吉田の肩っていうか上半身でしょ、で吉田は吉田で長谷川の足ばっかり狙ってるという。そばっとにも注意してると思いますよ、ね、さっきなんかそばっといいタイミングだったのにちゃんと掴んだですよね、はい。吉田が相手になると、セガのソバットが非常になんか、ヒットしますからね。